こんにちは。今週も始まりましたアタック24.34、司会の上力一です。よろしくお願いいたします。あれどこから声います？なんか俺たち今椅子に縛り付けられ怖い。申し訳ない、申し訳ない。目が覚めたら椅子に縛り付けられて今なんだ。すいません、ここです、ここです。はい、こちらです。皆さんの後ろにおります。後ろ、どうも。物理的に後ろに向けない。皆さんね、拘束させてもらいまして、今からついにあの企画が、今から皆さんには早押しクイズをしていただきます。恐ろしいですね。特にリアクションしてくれることもない。こんなところにいられるか。俺は出ていかせてもらう。さあ、というわけで改めましてアタック 24.34 へようこそおいでいただきました。聞いたことあるな。それでは早速4人の挑戦者の方に意気込みを聞いてまいりましょう。まずは赤の席にお座りの舞本圭介さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、普段は農業をやってらっしゃるということでして、はい、はい、この時期はまあ大変なんじゃないですか、やはり。そうですね、この時期はちゃんともう田植えとかも始めて、で、まあお茶をやってるとこだったらお茶をやってたりするんですけども、はい、うちは廃業してるんで大丈夫です。廃業してらっしゃる、はい、なるほど。お茶はね大変だと聞きますからね。本当ね、親戚の手伝いとかも行かなきゃいけないんですけど。なるほど、恨みがにじみ出ておりますね。農業とか基本的にね暗い話なんです。暗くなりますね。得意ジャンルスポーツということなんですけれども、はい、例えば普段はどういったスポーツをご覧になってらっしゃるんでしょうか。一番見るのは今は野球かな。いや、はい、野球ですね、はいはい、ではクイズの満塁ホームランこうご期待といった方でございます。用意してきたな。よろしくお願いいたします。野球って言わなきゃよかったな。サッカーって言えばよかったな。思わず握手しちゃった。サッカーの場合はハットトリックでしたね。ちゃんと用意してる。用意してんの。用意してんの。では続いて、白の席にお座りのスコヤカナさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、医療従事者ということでございますが、やはりこの知識量には自信がおありでしょうか。はい、あ、まあでもやっぱりその芸能関係とかちょっとあんまテレビを見ないので、恥ずかしながらちょっとそういう疎いところとかもあるので、やっぱちょっと皆さんとね、得意分野と苦手分野と、いい感じに、なるほど、勝負できたらなって。村家がちょっとありますね。やはりこう特殊ジャンルで言うと、やはりこの理系科目とかになるんでしょうか。そうですね、やっぱ医療系の知識来たらやっぱ職業上取っていきたいかなって思います。確かに、なるほど、はい、白衣のようにパネルを白く染めていけるのか楽しみです。用意してきたな。用意してきたな。だけだな今のとこ。誰か止めてくれ。こいつは私が見てるのと違うかもしれない。ちょっと次が気になってくるもんね。そうだね、次何か予想しよう。続いては青の方、夢追いかけるさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ご職業シンガーソングライターということで、はい、まあ、この曲をお作りになっていると。そうですね、シンガーソングライターという、名乗り始めれば誰でも始められる、そういった職業をさせていただいておりますので、はい、なるほど。こう例えばどういったタイトルの曲を書いてらっしゃるかなんていうのは。そうですね、そうですね、なんかそうですね、一番明るいやつ、青空を睨むとかが一番こう新しい曲の中では。青空を睨む、はい、一節お願いできますでしょうか。地獄みたいな振りだ。ですね、ちょっとじゃあ一旦喉の調子を整えるたびに外出させていただいてもいいです。大丈夫ですかね。ぜひ優勝した暁にはですね、エンディングで歌っていただいたりなんですけども、楽しみですね。 50% 以下の力になりました、はい、今。というわけでね、クイズ、はい、人より上手に答えられるというものでございます。絶対嫌だった。最悪や。絶対嫌だった。最悪。ライン越えをね、もう4、5回ライン越えしてるよ。今の会話の中で。最悪。今の会話の中で4、5回してるよ。もう力一を睨むでいこう。力一を睨もう。OK。それでは緑の席にお座りのニュイソシエールさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご職業魔女ということですが、普段はどういった形の活動をしてらっしゃるのか。普段はやはり魔女ですので、インターネットで配信などをしております。魔女だからね。魔女ですので。どうしても世間離れしたイメージがありますけれども、決してなんかこうクイズに自信がないわけではないという。クイズに、そうですね、自信があるかと言われたらちょっとあれなんですけど、昨日は一生懸命早押しの素振りをしてちょっと温めてきてはいますので、頑張りたいと思います。練習熱心でいらっしゃって本当にありがとうございますね。はい、このクイズでは
魔女が狩る側だというね、そういう非常に楽しみでございます。なんだあいつまして台本があるのか。俺たち全員で倒そうに。もうね、キャストね決めた段階からもうねずっと寝ててこれやりたくてしゃあなかった。ミスを誘おう、うん、リハの時にちょっと声がちっちゃかったの。やりたくてしゃあなかった。でゆっくり考えてましたね。ありがとうございます。白衣の白衣のってやってましたけれども、それはさておき、4人の挑戦者の方ぜひともクイズで競い合ってください、はい、それでは簡単にルール説明をさせていただきます、はい、まず早押しクイズが出題されます。こちらに正解すると、25枚のパネルのうちの1枚をご自分の色に変えることができます、うん、そしてこの正解を重ねるとオセロの要領で、他の方の色のパネルを自分の色で挟んで自分の色のパネルに変えることができます、はい、こうやってなるべく自分の色陣地を広げていくというのがこのアタック 24.34 でございます、うん、なるほど、分かりやすい。なんか既視感がありますね。既視感がございます。既視感がございます言っちゃった。多少のモノマネ等もございます。最初に宣言するんだ。楽しみしちゃったな、うん、楽しみになっちゃった、うん、もし問題を間違えた場合はその後2問の間、回答できません。お休みしていただきますので。厳しいなこれ、はい、大胆かった方がいいんですか。立ちましょうか。立ちましょうか。立てるんですか。立てるんですか。立てるんですか。立つか顔が動かなくなるかのどちらかと思いますので。カメラ止めてね。なるほどね。じゃあここは慎重かつ大胆にお願いいたします、はい、そして、パネルが残り5枚になるとアタックチャンス、こちらございます。見せ場ですね。このアタックチャンスの問題正解するとパネルを1枚取った後他のパネルを任意で1枚消すことができます、はいはい、そしてその空いたパネルはその後の問題でどなたでも取ることができます。これが大逆転の目を呼ぶという形になります、うん、はい、そして、基本的に1枚1点ですが、うん、右下の 24.34 のこちらのパネルですね、違うとかあるこれは 0.34 点分しかございません。なぜ1点じゃないですか。1点も2万です。2400点とかじゃなくて全くそういうことはございません。 0.34 点、あ、ボーナスじゃないんだあれ。右下だけ逆ボーナスです。何の意味もないパネルがあるんですけど。これが果たして勝負の分かれ目になるのか。なるのか。うちらの看板背負っておいて、あそこが一番ちっちゃい。ちっちゃいです。一番ね、なるほどね。唯一のオリジナル要素がしょぼいです。しょぼいです。分かりやすい。ありがとうございます。さあ簡単なルール説明としてはこういう風になりますので、早速クイズの方に移りたいと思います。皆様早押しの準備はよろしいでしょうか。頑張るぞ。はい、死にたくない。死にたくないから来てる。死にたくないからクイズに答えるやってまいりましょう。パクっていくっていう。パクっちゃってんだもん。そんな擦るならね。それではアタック。今までのライブであんなに切ったことないだろ。それではアタック 24.34 スタートです、はい。はい。それでは早速1問目参ります。問題。1969年の今日。7月20日に人類は初めて月に着陸しました。さてこの時人類を月に運んだ、さあ青の方夢追いさん、アポロ11号。正解。すごい。すごい。人類を月に運んだ宇宙船は何11号でしょう。正解はアポロ11号でございました。ポルノグラフィティ。僕は曲で覚えてますから。それでは、青の方が真ん中13番に入ります。はい。おお、おいいですね。おお、すごい。本物みたい。普通に楽しい。本物みたい。一体何の音だっけ。まさか。一体何の音だっけ。さあ始まりました。それでは続いての問題参りましょう。問題。スライドガラスに載せた資料を。白の方すこやさん。どっちだろう。確かに。顕微鏡。顕微鏡ではございません。すこやさんこの後2問の間ご辛抱。これきついよ。2問ってやっぱきついな。問題としては、資料をカバーガラスで覆って作る顕微鏡観察に使う標本を何というでしょう。こちらはプレパラートでした。どっちか流れるのか問題が。見る方かね。そう、プレパラートか顕微鏡かどっちだろうって思って、ちょっと2択で負けてしまったということです。悔しい。いやこれチャンスですよ。我々ガチクイズやな。でもすこやいない間チャンスですよ。確かに押さえつけておいこう。さあそれでは続いての問題参りましょう。すこやさんはご辛抱参ります、はい、問題。黙ったまま一気に丸かじりするのが習わしの節分の日に、青の方夢追いさん、恵方巻き。
正解。よし、スコヤが暴れてるぞ。決まった方向を向きながらワンサイドゲームしちゃおうかな。そう、いやマジでうちらが青を睨むことになりそう、これ。擦るね。さあ夢追いさん、快進撃続きます。何番のパネルいきましょうか。じゃあ12番。お、12番が埋まりました。順調に青く染まってまいります。それでは続いての問題です。問題、はい、カップ麺赤いキツネの CM に40年以上出演し続けている。さあ赤の舞本さん、お答えをどうぞ。武田鉄矢。正解でございます。ございます。ドラマ3年 B 組金八先生の主演で知られる俳優は誰でしょう。正解は武田鉄矢でございます。おめでとうございます。これ嬉しい。武田鉄矢さんなんだ。さあ赤の前本さん、何番取りましょうか。11。11番、まだやな。恥を攻めてまいります。取られないからね、これ怖いんだよな。よしよし。問題、お菓子のじゃがりこのパッケージでダジャレを言っているのはどんな動物の。じゃあこちら、夢追いさんが早押し早かったお答えをどうぞ。キリン。正解。わー、ダジャレを言ってるのはキリンがない、美味しくてキリンがないキリンでございました。どうしよっかな。さあ絶好調でございます。夢追いさん何番取りましょう。これは難しいけど、とりあえず17番。これくっつけなきゃいけないんじゃない。どうした、どうした。16か6なんじゃない多分。あ、そっか、そうなんだ。次に取れるようにしないといけないか。ごめんごめんごめん、大変失礼しました。これ次やば、なるほどなるほど。やばくない。これ取らんほうがよかったな。じゃあ16。そっか、下手したら角いかれるのか。16番。さあ少しずつ角に向かってマスが伸びてまいりました。きついな。よし、そういうルールか。なるほど。続いての問題です。ヘキソン。違う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 。今後あるかもしれないから。あるかもしれない。潰さないで、ネタを。でいきます、問題。美術の授業をきっかけに芸術の道に挑む矢口八虎の姿を描く月刊アフタヌーンで連載中の漫画は何でしょう。お、スコヤさん。わかんない。ブルーピリオド。正解。おお、作品名ブルーピリオドでございました。どうございます。それではスコヤさん、何番を取りましょうか。21を取れるってこと？ってこと？違う。ってこと？ってこと？はぁ？ってこと？はぁ？ですか？じゃあ21で。白のスクエアさん、21番角に飛び込んだ。お米に強いところ。いやー、よーし、ギア上がってきたぜ。これ夢をのせだよ。やめろ、やったこと言うな。そうなんだから。多分そうなんだから。さあ、確認していきましょう。さあ、それでは続いての問題まいります。はい、取ればいい。問題、うん、二刀流で活躍する大谷翔平選手が現在所属して。わかんない。さあ、こちらは舞本さん、赤の方どうぞ。ロサンゼルスエンゼルス。あ、聞いたらわかる。聞いたらわかる。イエス、これはやばいぞ。大谷翔平選手が所属している。メジャーリーグのチームエンゼルスでございました。それでは赤の方、何番に行きましょう。14ですよね。うわ、そうか、そんなことができるんだ。これもうすごいですよ。これすごいよ。確かに見せ場ですから。いや、うわ、赤いな。さあ真ん中一文字赤に染まってまいりました。でもまだまだどうなるかわからない。続いての問題まいりましょう。問題、三択の問題です。お、問題読み終わる前にもちろん押してもらって OK です。はい、三択の問題、地球の表面積に占める海の面積の割合は次のうちどれくらいでしょう。 50%、 70%。 さあどなたでしょうか。はい、はい、緑の方のお姫さん。70%。 正解、おめでとうございます。え、これもう隣接するとこだったら私どこでもいいんですよね。どこでもいい。さあ何番取りましょうか。むずいねこれ。どこがいいんだろう。挟まないといけないんだ。6789じゃないとダメなんだ9 10 10 10 20。そうだね、この辺か。あと10もいける。さあ7 7 7。ならいや8 8 8。あ、うん、8番、ね、角取れちゃうからね。角が1位が折れちゃうんすね。私まさかオセロ弱いところがこんなところで。
さあいよいよパネルは全色出揃いました、うん、さあどうなっていくか、いやーこれどんどん進むな。それでは続いての問題です。問題、はい、正しい英語はステープラーと呼ばれる。くそ、白の方すこやさんどうぞ。ホッチキス。お見事。押し負けた。マイモスさんの目が離れが。正しくステープラーと呼ばれる書類を閉じるために使う文房具は何でしょう。答えはホッチキス。お見事でございました。ありがとうございます。すごい、今まで見たことないくらい丸かった。スコヤさん、そう、まあ、じゃあ挟めるってことは6番かな。6番参りましょう。じゃあ6番で。おお、やばい、夢をかけるの存在が、あ、消えたね。あ、消えた、序盤の個性のあれ、そのカスの男と呼んでくれ。消えてしまいました。まずいぞ。スカイが15取ったらめっちゃ強いってこと。強いね。ってこと、強い、強いってこと。俺の背中を押やばいやばい。ちいかわ。さあパネルが白く染まるか大事な問題ですが、ここで並び替え問題ございます。どういうこと、はい、どういうこと、この映像が流れます、はい、文字を並び替えると現れる曲のタイトルは何でしょうか。曲のタイトル、動画がだんだんこう少しずつ答えに向かって近づいていきます。そんなあるんだ、はい、では問題参りましょう。どうぞ。未来の長き森の下。さあ並び替えると現れる曲のタイトルは何でしょうか。早押しです。はっ、さあ少しずつ埋まっていきます。あ、違う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 。さあ白の方すこやさん、お答えをどうぞ。え、ごめんなさい、間違えました。あ、やばい、タイムアップあるんだ。さあタイムアップございます。お手つきで終わるかもしれません。君の知らない物語。お見事でございます。ギリギリで正解です。はい、今負け物語よ。確かにそうだ、すこやさん、なかなかすごい状況になってきました。どちらを取りましょう。すいません、今取れるのが15番しかなくて。そんなことねえよ。18だっていける。そんなことない。でも挟めるやつは挟まなきゃいけないから 4もいいんじゃないの。4もいける。え、4もいけるの。あれ斜めってないんじゃない。斜めいけます。あ、18もいけるんだ。そう、まあでもまあ15でいいと思うけど。待って、説得諦めた。15でいいと思う。じゃあ15で。15番。今4って言われた時ヒヤッとしちゃった。マイモト、おかえり。まっさらな気持ちで頑張る。そうだね、やっぱパネルが真っ白に染まってきました。ちょっと1対3の様相も、ね、呈してきましたけれども。いやいや、そんなまさか。ここからよ、ここからどうか。大丈夫ですよ、僕なんて。最悪ね、ボタン奪えばいいから。そうそうそう、やめろ、破壊せよっていう。配線を消すってことです。やめろ。では続いての問題参ります。はい、問題。ボードゲームオセロの盤にあるマス目は全部でいくつでしょう。知らん。さあ青の方夢追さん、答えをどうぞ。64。お見事。はい、オセロのマス目 8×8 で64。七七四十九と、あ、そっちか。やっぱ60しないんだけど、これは、はい、私は挟めるように挟めるようにいいんですけど、かないとなので、あ、そこ角にはちょっとどれが一番いいかわからないが、18かな。その辺、うん、18で、うん、18番青になりました、はい、さあそれでは続いての問題に参りましょう、はい、問題。今年5月に結婚を発表した新垣結衣さんと、くそ、さあ白の方スコヤさん、お答えをどうぞ。逃げるは恥だが役に立つ。お見事です。あ、そこか、はい、多分そうだと思う。この、星野源さんと新垣結衣さんが夫婦役で共演し結婚のきっかけにもなったテレビドラマは何でしょう。逃げるは恥だが役に立つ、ね、見事に問題を読んでくださいました。ありがとうございます。さあというわけで、さてと、結衣さんと夢追さんのどっちに命乞いをしてもらおうかしら。すごい愛してるよ。取れることない。俺はしないね、命乞いなんて。あ、かっこいい。取りたければ取るがいいさ。どうする。23、22、24、どれでも選べるよ。なるほど。強気だ。そうだね、じゃあお望み通りお前から消してやるわ。じゃあ22で。22、まあ、そうだな、うん、そうだね、ここが取られづらいからね、うん、手がたいね。手がたいな。オセロ定石。どうせるのか、こっからスコヤを。手がたいね。まだまだチャンスある、まだチャンスある、まだチャンスある。全然あります、全然あります。最初だから今、うん、大丈夫、うん、なんで最初なんだよ。最初なんだよ。最初、人生のよ。そうよ、ほぼ豆ご飯みたいな盤面になってきますけど。豆ご飯だいたい黒ぐらいの黒いもの
部分何？最悪赤青緑は足していいってこと、ね、足したら勝てるんだ。赤青緑対白で、ね、確かに合わせて黄色とかになるそれ行きましょうか、うん、三原色みたいになるやめてさあまだまだクイズは続きます。問題 OK 計算問題です。お、やだ。1から10までの整数を全て足すと、うわあ、白の方須藤さん早かった。答えをどうぞ。55。お見事です。わかるよ。1から10まで全て足すと55です。これ気が狂ったようにちっちゃい頃やってたのにあるよね、そういう時期は、まあ、でも10足す1してかける10して2分の1すればいいからね。さあ命乞い虚しく全て取られていくのでしょうか。何番参りますか。そうですね、まあ彩りは必要だよ。彩りは必要そうですね、確かに、うん、白米になっちゃうよ。白米になっちゃうよ。豆ご飯じゃなくなっちゃうよ。取れるのが2、3、4か。まあでも角取られるの怖いから3で。手堅い手堅い手堅い。ちょっと情けないですよ我々あれ、いやそうっすね、この世界こっからモノクロに染めちゃったかな。さあなるべくパネルに彩りを添えてほしいところです。次の問題頑張ってください。カラーテレビども問題。麻雀の役で13種類の八百中、これは読めていける。さあこれは赤の前本さん答えをどうぞ。国士無双。お見事です。すごい。あーでもこれどこに飛び込むの。そうなんだよなさあ役満国士無双どこに行きましょう。取られないところあるからな。よし、うん、17。17番。はい。さあ日の丸弁当、うん、日の丸弁当適当言う。ずれてますけどね上越の位置ちょっと米がこぼれてんねおかず側に。これでスコヤ以外には取られない形ですね。確かにスコヤは23を取らざるを得ないみたいな感じになりますよね。確かに、確かにスコヤは23してんのに。さあそれでは続いて参りましょう。問題。エメラルドとコーヒーの産出国として知られる探検。白の方スコヤさん。わかんない。エクアドル。違う。あ、これもしかして。続きを読みましょう。エメラルドとコーヒーの産出国として知られる探検家コロンブスにちなんだ名前を持つ南米の国はどこでしょう。ごめんなさいごめんなさい本当にごめんなさい。コロンビアちゃん。コロンビアでございました。コロンビアちゃん。もったいなかったですねこれね。ハコロをやりたかったんだ。白手来たな。もったいなかったですね。本来監修の人をやったな。やりに行ってしまいましたね。やりに行ってるな。ぜひ正解の暁にはポーズを取っていただきたかった。触らんけどね俺らね。俺らやっても触らんけど。ですがここで皆さんにはちょっとチャンスタイムが訪れたんでありませんでしょうか。白の方お手つきで2問の間ご辛抱となります。問題。後ろに反り返るようにして銃弾を避けるシーンが有名。さあ緑の方ニュイさんお答えをどうぞ。マトリックス。お見事です。キアヌ・リーブス主演の映画マトリックスでございました。どこ取ればいいんだこれ。さあどこ参りましょう。挟めるように挟めるようにだから行かなきゃいけない。相談しよう。なんでだよ。他の人にお手つきなんだから。白を白を取らなきゃいけないから。だからどこが一番取れるんだろう。一番取れるのは一番取れるのは、いや取り方が強いな。19とかじゃないですか。あ、2とか20だったら2枚取れる。2とか20だったら2枚取れる。そうね、斜めで取れるから84が取れるけど、うん、角チャンスではまあ角チャンスにはなっちゃう。まあ全部だいたい角チャンス。スコヤがないから。そうだよ。あ、そうか、スコヤないから大丈夫。じゃあ20。お、悔しい。あ、20いらないな。あ、どうした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 。7。お7番。7番何を考えて避けたのかね。あ、7番違うわ。2だ2だ2だ2番ね。どうした逆側ね。混乱しますよ。申し訳ない。行きましょう。問題です、はいはい。人の体の中でエタノールが分解されて生まれる酒酔いの原因になる物質は。いや、いさった青の夢を遺産。アセトアルデヒド。正解です。これ一回やったじゃん、はい、このくだり。一回やってしかも俺が取ったもんね。二次級の層1月号のアフタートークの方でこの問題でちょっとね、スコヤさん夢を遺産はちょっと因縁があって、スコヤさんがちょっとこの医療系の問題取りきれなかったというところのリベンジ問題だったんですが、なんとお手つきでいなかったっすね。俺待っちゃったもん。引っ掛けじゃないかなって待っちゃった。
さて過呼吸になってしまう。1取れるんじゃない？これはね、1が取れますね。あ、ほんとだ。1が4で挟めるようになるので、じゃあ取らせてもらいましょう。1番、はい、おー、角1番入りました。いいよ、来たぞ。今さ、夢尾先輩は消えることがなくなったわけだ。そうね、一応ですね、爪痕はまだあるけど、アタックチャンス以外ではずっと名前を残せる。なるほどね、アタックチャンスで消せばいいのか。そうそうそう。全部白にする気でいるね。いやいやいや、まさかパーフェクトゲームを狙ってやがる。それでは続いての問題に参ります、はい、問題、はい、昨年はクロノジェネシスが制した中山競馬場の芝 2500m で競われる G1 レースは何でしょう。あれ、あれ、あれ、2人とも、おっと、俺絶対2人のみたいだよ。え、昨年、さあ緑の方、おにゅいさんですね。お答えをどうぞ。有馬記念、うん、お見事です。そうですよね。なんかうんじゃねえよ。ちょっといや、押さねえなと思って去年ジャパンカップのイメージが強すぎて、え、クロノジェネシスだっけってなっちゃって、有馬取ったのが。やると思ったよな、こういう問題。でも今すごい前本さんといつ押すんだろうっていう感じで、ね、どうも読み合う、押さないかな。すごい空気がピリッとした早押しですよ。さあ何番のパネルいきましょう。何番取ろう。2枚取るなら20だし、20か、まあ4で、あ、でも20だったらあれか、言うて 24.34 に、そうね、まあ、あれだから、そうだね、20でいいのか、取られてもっていう。20で、20で、はい。ここから勝つ、やべえ、やべえ、やべえの出てきたな。正解し続ければな。お、美しい。さあ少しずつね、色が戻ってまいりました。いいよいいよ、緑が真っ白にしてやるぜ。いいね。それでは続いての問題です。問題、実家の神社で神主を務める一面も持つ YouTube チャンネル、あ、さあどなたでしょうか。はい、赤の方、前本さん、お答えをどうぞ。加納栄子。栄子ちゃん、正解です。YouTube チャンネル栄光 GO でのゲーム実況が人気のお笑い芸人は誰でしょう。答えは加納栄子さんでした、はい、さあ何番に行きましょう。これ難しいんですけど、むずいね。あ、3択か、7、99か。どれ取っても正直俺は劣勢なんで9で。9番、はい、すこやにチャンスをくれてやろう。え、なんで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 、真っ白に染めるチャンスをくれてやろう。復活するんやで、こいつ。いや、もうずいぶん前から復活はしてるんだ。共演まだくすぶってるけど。あ、そうか。おじちゃんがくれたチャンス。マイモさん、味方じゃなかったんですか。俺は強い方につく。長いもんね。しょうがない、おこぼれをやろう。ありがとうございます。嘘です、ごめんなさい、調子乗ってすいませんでした。1枚だけパネルあげるよ。さあでは続いての問題参ります。よし、問題、はい、7月を表す英単語ジュライは古代ローマのある。白の方、スコヤさん、どうぞ。カエサルシーザー。何でしょう。何が起きた今。ある政治家に由来する言葉です。最後は部下のブルータスに殺された人物とは誰でしょう。賢くなったわ。賢くございます。返すれば言いますよね、多分。あ、よかった、はい、うん、ここはこぼさなかった白のすこやさん、ね、さあどういたしましょうか。まあ、じゃあこれはやっぱ前本おじちゃんの意思を積んで、ありがとうございます。いただいちゃっていいですか。どうぞどうぞ。じゃあ5番で。5番カードがいきまして、なんで、ね、惜しかった。まんまと赤が食われてしまいました。前本おじちゃん、本当にこれでよかったの。なぜ前本さん、あいつちょっと美味しいと思ってんぞ。今ちょっとカエサルの気分だもんね。そうそう、お前もかって言ってる。そうや、お前もか。問題、はい、ハチドリやコンドルなどが描かれている南米の国、さあどうなんでしょう。赤の前本さん、どうぞ。ナスカの地上絵。お見事です。さすが、おじちゃん、やるね。ここのチャンスに1点を割りました。何かと思った。取れるやん、取れるよ、取れるやん。あのこの一番旨味のない 24.34 と角が全て埋りました。来た来た、 0.34 ポイント。お前のものだよ、 0.34 ポイントは。現状持ち点が 0.34 ポイントですからね。めんどくせえ、 0.34 で終わってしまう。あいつ考え取るぞ、あいつ。一人だけ番組のことを。はい、あいつ。さあいよいよね、極まってまいりましたが、まだまだクイズは続きます。問題、
医者の家系に生まれ軍医としても大きな業績を残した高瀬舟、舞姫といった作品。さあ青の方、夢追いさん、お答えをどうぞ。森鴎外。お見事です。高瀬舟、舞姫、舞姫といった作品。クソっていう意味でおっしゃる。もう一回解説お願いします。高瀬舟、舞姫といった作品で知られる文豪は誰でしょう。森鴎外、お見事でした。それでは青のパネルをどこに置きましょうか。はい、これはまあ一択ですね、うん、4番。うん、4番、うん、お青空が見えてきた。青空がね、青空がね、染めてきたね。睨んでやるぞ青空が。乗ってきたね。ずっと乗ってるわ。楽しそうでないよりだ。今まで調子悪いみたいに。エンジンかかってきたな。かかってきたな。本当や。さあここでやってまいりました。これだ。さあ皆さん準備の方はよろしいでしょうか。大事な大事なアタクション。偽物だ、偽物だ。一瞬、では点数確認です。はい、赤の方、前本さん 0.34 枚。おかしいな。そして白の方、すこやさんが独走状態12枚。チェケラ。そして青の方、ゆめおいさんが4枚。緑の方、にゅいさんが3枚と続いております。はい、うん、ってるね。そうですね、大接戦です。そこからまくっていけるか、アタックチャンスの問題です。参ります。問題。ことわざであることがきっかけとなって意外なところに。白の方、すこやさん、お答えをどうぞ。風が吹けば桶屋が儲かる。お見事です。ごめんなさい。悔しすぎる、悔しすぎて、悔しすぎて。これはね、ラーメンズでいっぱい学びましたからね。いっぱい出てくれると思ったのに、まだいっぱいあるよそれ。はい。さあというわけで、まずはすこやさん、パネルを1枚埋めていただきます。何番にいたしましょうか。1枚埋めた後に、さらに1人消す。そうそう、普通にまず空いてるところ。ほぉ、どこがいいかしら。選び放題ですよ、お姉さん。あれ、あなた消されないものね。いや、わからん、わからんぞ、わからんぞ。右下に何かしてもやから。そうですね、でしたら、あ、そうかってなると、ここは残しといた方がいいから、じゃあ19をいただきます。お願いします。はい、はい、そして、ということは、ということは、ということは、なんか、ということは、あれ、あれ、どっちですか。どっちの角を消しますか。どっちの定石で言うとね、まあ、角を消すのが大体一般的なのかな。定石ではありますよ。どちらの角を、どちらの角を消します。それではパネル1枚ご自由に開けることができます。何番のパネルを開けましょうか。あー、もうどうしようかな。もうすごく心苦しいんですけれど、いい感じのあるって思うけどな。やっぱりね、看板ってあるからね。いやいや、姉さん、ここはやっぱね、左上がちょっといいじゃないですか。あいつ今日ずいぶんこの値段でいじってますし、あそこにね、ちょっとうがつところもいいと思いますので。よし、じゃそのけなげな姿勢に免じて、あなたは生かしておいてあげましょう。1番を消します。1番が来ました。本当にいいの。本当にいいの。 0.34 点ももらえるのにね。あれお得だと思うんだけど。本当に素敵なことやと思いますけど。まあちょっとおじちゃん、さっきね、カードくれたから。 ありがとうございます。これで、じゃあ、でもあそこ飛び込めるのはすこやだ。すこやだ。すこやしかおらんの。すこやだけってこと。なんていうことだ。いかん、いかん。開けといてあれだが、あそこ飛び込めるの一人しかおらん。そうなんですよね。いかん。そうなんですよ、実は7取ろうかと思ったんだけど、7取ったら1を消した後に前本さんも飛び込めるなって言って7を取らなかったの。斜め銃弾できるから。そう、そうですね。なるほど。取り方問題全てにおいて強いんですよ。そうですね。さあ、それでは対局消しつつありますけれど、まだまだ皆さん頑張ってください。頑張るぞ。続いての問題です。問題。日本の都道府県の中で面積が最も小さい。白の方、すこやさん、早かった。答えをどうぞ。香川県。お見事です。白
らん容赦がない容赦がない全然知らん、うどん県のキャッチコピーでも知られる県はどこでしょう。香川県でございました。さあではスコヤさんお選びください。ここで決まるのはちょっと面白くないかもしれないから。でもあそうか、うん、皆さんにはチャンスないのか、前本さんにしかチャンスなくなるのか、これ手心を加えようとしようって手心を加えてくれても別に俺たちはね何も問題ないというか。どうしようかな。女子の時期一応取りたいところですけど、うん、他に取れるのが7だけか。7だけ、まあ、じゃあキーセブンって言うんで今後のあれにかけて7いただきましょう。優しい優しい優しい。青空は消えなかった。青空消えない。まあ次真っ白に曇らせるかもしれない。曇りになるぞ。まだ消える可能性は存分にあるから。全然消しにかかりますよ。私はパーフェクトゲームを狙っていくぜ。取りたい。さあアタックチャンスで空いた1番に誰が飛び込むかで、まだまだドラマは見えそうですが、うん、では参りましょう。問題です。アルファベット3文字で RFA と、あ、さあ青の方夢追さん答えをどうぞ。リングフィットアドベンチャー。正解。すごい拍手が湧きました。バッカ上のコントローラーでフィットネスを行う認定のゲームは何でしょう。リングフィットアドベンチャーでした。では何番参りましょうか。どっちかな。どっちも絶対そっちでしょ。いやどで24とかの方がいいんじゃないですかね。なんかまだ狙ってるな。まだ勝機を捨てていない。正直夢屋さん24の方がいい。24だよね。いやそう23だと多分不利になる気がするから24かな。先に24番。嬉しそう。優しいなこれ。23じゃなくて1だろ普通に。まず1なの。そこの誘惑されるじゃん。わ青がすごい。おーワンチャンあるよこれ。なんかワンチャンありそうな気がする。ワンチャンあるよ。取れればくそ負けてらんねえな。勝負はわからない。1番の行方気になりますけれども、それでは続いての問題です。オンラインゲームの対戦後などによく使われる GG。 あー押せなかった。さあ白の方スコヤさん、ね、答えをどうぞ。グッドゲーム。お見事です。また悔しくて押してるよ。これ押しアピールするボタンじゃないんで。GG ボタンじゃないで。悔しいアピールじゃない。グッドゲームじゃない。グッゲーナイスファイト。はいお見事です。グッドゲームを略した英語のスラング GG でした。それではスコヤさん何番を取りましょうか。これはまあまあそうな。そういやまさかなんだ。まさかこいつこいつ慈悲を。いや慈悲いやどうしようかな。こいつ俺たちをまだ痛めるつもりか。まだ痛めるのか。そう通った後2問連続正解する気やぞこいつ。じゃあ10番いただきます。おー10番おー何だといいのか。いいのか。いいのか。まあ後悔せえへんな。スリルがあった方がいいんでねゲームっていうのは。こぶしてやがるぜ。やめられてるぞ俺たち。俺たち勝とうな。あれおじちゃんのこと言ってるぞ。裏切り者。でもあいつは足から落とそう。あいつはダメだ。あいつは連れていこう。あいつだけはエビさん。さあやってやるぞ。力を見せてみろ、ね、みんなで勝とうな。下手に希望がある分立ちが悪いと思うんですね。お前なかなか状況になっておりますが、続いての問題です。問題。ロゴには2頭の赤い牛が向かい合って書かれて、さあ赤の方前本さん答えをどうぞ。レッドブル。お見事です。大きなところを取りました。あれ、はい、翼を授けるといったところですが、どうでしょう。あれどこに行こっかな。まやさん23じゃないですか。確かに両方どっちも入れるかな。どっちも動画を撮るか俺わかんないけど1かな。それはご存知1。それはそう。これでトップ名も出てきましたかね。これで前本が次あの5番の右側を取ればもう一気に逆転になる。バーンとか。確かにね。すごいな、うん、5番の右側ね。5番の右側ね。5番あるなこれ。夢尾さんのカウントがいい。もう一回ぐらい来ねえかな。なんかありそうな気がしますもう一回アタックチャンスありそうな気がします。もう一回アタックチャンスを取るの。もう一回アタックチャンスを取ると、でもどんな希望が生まれるかちょっとあんまり分かってない。はい、ではここでちょっとスタッフさんと打ち合わせの結果、もう一発アタックチャンス、やった。なんだと俺次答えなくてもいいか。いやもう一回アタックチャンスあるなら前もっとが頑張らないといけないじゃない。でも次23が埋まるのは確定してるから21か5が、あ、でもあるか1が止められる可能性もあるのか。
まあそうね、1.24.34 が取られる可能性もあるから俺は頑張って5を開けなきゃいけないんだね。そうだね、そうですね、はい、じゃあ頑張って5を開けます。さんが正解して、じゃあ私は頑張って1を開けます。よし、さあおじちゃん、それでは掟破りの第2回のアタックチャンスの前に一旦、点数でございますね。赤の方、はい、前本さん 4.34、 白のすこやさんはまだまだ独走14、青の方夢追いさん4、そして緑のにゅいさん1となっております。前本さんが 0.34 でちょっと侮ってたのに。さあ、すこやさんが独走するか、それとも番狂わせが起きるのか、大事な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 アトクション。偽物だ。それでは参ります。問題、はい、毎年11月の第3木曜日に解禁されるフランスの、さあ白のすこやさん答えをどうぞ。ボージョレ・ヌーボー。お見事でございます。ねえ、何アタックチャンスだよ。お疲れ様でした。さあ、というわけで一旦まず23番を白で埋めていただいて、でもこっからもう開けていただかないといけない、開くからね、逆に言えば。そう、開けてさらにみんなで取らなきゃいけないからね。こっからよ。どれ開ける？最後俺 24.34 をかけてもいいと思うんだよね。確かにね。まあ、じゃあやっぱ最後はみんなで 24.34 取り合いましょうよ。 24.34 開けます。オーケー。この番組の個性 24.34 を開ける、めぐって看板を開けるの、もう埋めちゃえるということでね、どの色でももう OK ということで、どの色でも大丈夫。埋めたい、めちゃくちゃ。そう考えると、そう考えると、何が悲しいって 0.34 ポイント0.34ポイントになりますが、決して2400点にはならない。数字以上の価値があるはず。 24.34 のパネルを取り合って、そういう意味で最後の問題でございます。では参りましょう。問題、 Twitter やYouTube などのアプリにおいて通知を表すアイコンに描かれて、青の方夢追いさんが早かった答えをどうぞ。ベルマーク。ありがとうございます。コロンビア、はい、やったコロンビアが出た。コロンビアじゃない、俺たちの勝つだ。やった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 。俺たちはスコアに勝ったぞ。なんでだよ。なんでだよ。やったやった、クソ悔しい。というわけで、夢追いさん、それではラストコールの方をお願いいたします。 24.34 よ、はい、24.34 が青で埋まりました。おめでとうございます。負けたわ、これは乾杯だわ。そんなことないよ、俺の負けだよ。そんなことないよ、落ち着いて。俺の負けだ、落ち着いて、落ち着いて。さあ、というわけで激戦が続きましたが、全てのパネルが埋まりました。最終結果を改めて見てみましょう。赤の前本さん4、お、小数点がなくなってしまいましたね。そして白のすこやさん15、青の夢追いさん 4.34。 結果夢追いに負けたのか。僅差で、僅差で負けてますね。そして緑のお兄さん、残念ながら1枚という形になりました。ということで優勝は、惜しかったな、ダントツの強さを見せつけていただきました、白の関すこやかなさん、優勝です。ありがとうございます。俺負けたはずでは。よかった、ありがとうございます。ギリギリだったんだけどね。そうね、危なかった。本当に何回かね、チャンスあったけどね。接戦でしたね、マジで。あ、強かったな。試合に勝って勝負に負けたみたいなところがあるのかなというスコヤさんもね、ちょっとね。そんなこともないけど、本当に。そんなこともない。いや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 、なんか負けた気しますよ。ほんまに強かった。強かったな。はい、ではね、パネルを白く染めてもらいましたスコヤさん、今回の感想をお願いします。いかがだったでしょうか。あ、はい、今回ね、クイズということで、そこにそんな感じになるんだ。いや、わかんないよ。いや、でもなんかすごい、あの、いろんなね、あの、分野から出してもらったクイズで、すごい、あの、後藤ペナルティがあるっていうクイズ、結構ほとんど初めてだったんで、ちょっと怖いとこもあったんですけど、うん、まあね、後藤をお手つきしつつも楽しくクイズが解けました。なんか最後にね、あ、なんか負けた感じしてますけれどもね。まあ、この結果を胸にこれからもクイズ頑張っていこうと思います。本日は GG 大佐、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。敵ながらあっぱれだ。ありがとうございます。それでは他の方にも感想をお伺いしたいと思います。振り返ってみていかがだったでしょうか。まずは、赤の前本さんから。そうですね、今日静岡から来たんですけど、静岡から。まあ、でも本当になんか自分が答えるべき問題は答えれたんじゃないかなと思っております。え、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではね、見当むなしく散ってしまった、青の夢追いさん、いかがだったでしょうか。
そうですね、まあ、ニューヨークに旅行に行けるということで旅支度をねこれからしたいと思いますけれども、うん、まあ、めちゃめちゃ楽しかったっていうのとめちゃめちゃやっぱ悔しかったっていう思いもありますんで、またぜひ呼んでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。またの挑戦お待ちしております。それは最後にはちょっと惜しくも今回振るいませんでしたけれども、ニューイさんいかがだったでしょうか。そうです、早押しが想像以上に難しかったですね。難しいよね。いやでもなんかめちゃめちゃ楽しかった、もうすごい無駄にボタン押しちゃったんですけど今ずっと光ってる横でね、今まだ光ってるから、うん、正解したということで私はまあ2点ということで今日は2点というのを上に帰りたいと思います。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。我々の想像以上にね、ドラマと、ね、エキサイティングな、あれを生んでもらったアタック24.34、またどっかの機会にお会いできればと思います。今日は本当にありがとうございました。またお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。